ラキャンドルスーパースター努力することこまちゃんです。本日も頑張っていきましょう。本日は今朝です。僕のチャンネルをよく見ていただいている方は、僕がお坊さんっていうのは、ご存知だと思うんですけれども、ただサーキットを走っている人ではありません。で、今回、何をするのかというと、まだ今年1回も走ってないので、今年1年の走行に向けて安全祈願をやろうと思ってます。うちの高山寺は安全祈願といっても2種類あるんですよ。1つ目は通常の安全祈願、通常の安全祈願もねしたいっていう方、まあいろいろお話しいただいてるんですけど、あとはドリフト安全祈願、ドリフトをやってる対象の安全祈願なんですよ。多分うちの寺でしかない安全祈願だと思います。その安全祈願を今回やっていきます。ドリフトっていうのは事故と隣り合わせの競技なので、事故のないようにね走っていきたいっていう気持ちは常にありますので、はい、しっかり安全祈願をやっていきたいと思います。で、今回の動画の内容としては、まあ、安全祈願と、まあ、簡単なお寺の紹介っていうのもやっていこうかなって思ってます。はい、じゃあそれじゃあ本日も頑張っていきましょう。はい、着替えました。ちょっと着替えるのもあれ結構時間かかるんですよ。安全祈願の前には必ず洗車をしなければなりません。なんでかっていうと、まあ、お清めの効果と一緒です。汚い状態でね、安全祈願しても、って話じゃないですか。泡使ってね。はい、じゃあやっていきます。じゃあ洗車、頑張っていきましょう。洗車しました。濡れ。マジかよ、最悪、びしょ濡れだし。はい、じゃあね、安全祈願の前に簡単なお寺の紹介と一つ役立つ情報でも何かご紹介しますね。まずうちの本堂こんな形になってます。仏器とか鐘、これケースって言うんですけど、事細かな説明しません。多分見てる方が若い年齢が多いんで、身近なね仏像から簡単に紹介します。3体仏像さんいますね。で、真ん中から弘法大師空海さん、一番奥側が不動明王ね、聞いたことあります。不動明王、阿弥陀如来さんです。はい、高山寺にはこの3体の仏像が祀られております。それに伴って、まあ、簡単な役立つ情報を一つ紹介しようかなと思います。皆さんもお寺にお参りすることってあると思うんですよね。で、その時に手を合わせて、頭をこう下げるとは思うんですけれども、ただこう手合わせて頭下げるじゃちょっと寂しいかなっていう気がするんですよ。僕的には真言宗の話ですけど、南無大師遍照金剛って手を合わせていただくとご利益あるのかなと思います。それと一緒に真ん中に弘法大師空海さんがいました。お寺によっては真ん中にある本持仏って言ってメインの仏像って変わってくるんですよ。そのメインの仏像が例えば不動明王だったら南無大師遍照金剛、その後に能幕サマンダバタラダンセンダマカシャダソヤタウンタータカンマンって唱えていただくとよりご利益があるのかなとは思います。で、それはなんでそういう言葉を言ったかっていうと、仏像一体一体に真言っていうものがありまして、そのお不動さんの真言です。例えば本堂入ってパッて見えたのが阿弥陀如来さんだったら御阿弥陀定勢からうんっていう風に言います。で、薬師如来だったら御コロコロ仙台まとうぎそわか、いろいろ仏像一個一個真言があるのでが分かるんであれば、そういう風に唱えていただいた方がご利益があり、分からなかったら南無大師遍照金剛だけでもいいです。皆さんももしお参りした際には何の仏さんがなあるんだろうっていうふうにちょっと見ていただくと、仏像の対する見方がちょっといろいろ変わってくるんじゃないかなと思います。じゃあ次は外も見てみましょうか。うちの簡単なお寺の紹介ですけどね、中入っていくとちっちゃな池があったり、これ弁天祭なんですけど、ね、弁天祭。はい、じゃあこの弁財天どういったものなのっていう話なんですけど、金運の神様、あとは音楽の神様っていうのも言われてますね。もう一つうちにはねちょっとしたスポットがあるんですけど、高山寺って書いてあるその階段の前で車をつけて撮る、これが一番映えます。で、その撮った写真を SNS の Twitter、インスタ、カーチューンとかいろいろあると思うんですけど、背景がトップが、それをすると運気アップにもつながります。
洗車が終わりました。これから安全祈願をしていきたいと思います。安全祈願をする前にこれね、ドリフト安全祈願っていうお札とこのうちの高山寺のお守りがあるんで、これをダッシュボードに置いてから安全祈願するんですよ。はい、こんな感じかな。しっかりと安全祈願の雰囲気を伝えたいんで、基本的に僕カメラマンに回ってることがやっぱり多いです。ちょっと大人にできるときは少しでも大人にしようと思ってます。まあ基本はね、僕いつも一人やってるんですけど、うちのね住職であり、ね、父に、安全祈願してもらうっていう形で安全祈願の方を厳守します。ドリフト走行車両安全祈願のために、ドリフト走行安全の無事に、天の無知役の飛び越え、心を防大と伝え、この三万ダーブならんぼらんの三万ダーブならんぼ。安全祈願終わりました。安全祈願終わったんですけれども、祈願したからといってその他力本願に頼るんではなく、自分自ら、まあ、整備とか事細かにチェックして、その自分の自力本願っていうものを大切しながら、これからドリフト走行をね安全にしていきたいと思います。次走れの春祭りになっちゃうかもしれないね。あの足回りとかまだ完成してないんで、春祭りが1本目になっちゃうかな、ね、やっぱり。まあ一応僕もねチェイサー乗ってるお坊さんっていう形で活動してるんですけど、奇跡的にね僕の視聴者さんだったり見てる方がねものすごいいい方ばっかりなんですよ。だからこうアンチコネメントっていうかね、そういうこともないじゃないんですけれども、たまにねこういう変わったことをやったりすると煩悩がどうこうとか言われるんですけども、よく一つ考えてみてください。煩悩がなかったら皆さんにこういうショート動画とか楽しい動画っていうものを一切お届けできないですよ。煩悩があるからこそこういった、ね、活動ができるっていうのをね、分かっていただければなとは思います。変な話ね、じゃあ違うことをやればいいじゃないかっていうふうに言うかもしれないんですけど、そんなことをもしても僕本来の姿が出ないですし、まあさらさら多分違う人物に映ると思います。それを出したところで誰も共感されないのかなと思いますね。ドリフト僧侶っていう言葉は自然とできちゃいましたけど、それでいいんです。こういう活動をしてお寺っていうこういうことで多少興味を持ってもらえるだけで、入り口を作っていければなとは思ってますね。基本的に、まあ、動画出してるけど趣味全般で僕はもうやっちゃってるんで、たまにしかこういう真面目なコメントもしないし、真面目な動画もたまにしかないかもしれないですけど、そういうたまにを見ていただけたらね、たまにお坊さんやってんだなって思ってくれればそれでいいです。まあそんな形で今日の安全祈願終わりました。一応概要には貼っときますね。安全祈願ってどういう形でやってんのみたいな。本業はお坊さんでやって安全祈願もするし、まあお葬式もあるし、やることはやってますよ。よくね、まあ、坊主丸儲けとか言われるけど、いやそれよくわかんないんですよね。もうチェイサーだってぶっちゃけローン組んで買ってるし、お坊さんだけじゃ生活できないから、他にもなんかいろいろやってんすよ仕事を。僕もね誤解された状態でこうやるのも嫌だったんで、ちょっとチラッと言ったけど、まあそんな感じでね、今回のユーテルファクトリー安全祈願の動画は終了です。じゃあ終わりね。はい、じゃあそれじゃあバイバイ。